力は落ちても時間はまだ、うん、で相手がね張り付くデッキだったら松永も輝きそうなんだけど、まあ、友信ってことは、まあ、張り付きはしないと思うんで、半田氏君のデッキはこちら歌舞伎の方 B ですね。意外とまだ使われてますね。 B なんだ。これで B です。意外とそれぞれのカードがまだまだ使われてるということですね。なるほど。戦場に持ち込む家宝を選択してください。ハンドシ君、これ明智用の家宝とか持ってきてるんですかね。多分ないですよね。多分ないですよね。絶対に違う家宝選んでる。絶対に違う家宝今選んでますよね。キツネさんとかこの時やってました？いや、もううちは全部デッキさっき上がったやつとは戦ってきて、はあはあ、むしろハンターシ君が無限明智とか知ってるのかな。なるほどなるほど。それぐらいでキツネシ君は結構昔からずっと初期からこの時はアマカス覚えてない、覚えてないし。はい、戦国大戦回顧録第1試合無限明智 VS SR 斎藤信開戦となります。こちら 1.1 のカードと SR 斎藤友信といえば 3.2 の最新のカードになります。昔のカードが最新のカードまでどこまで太刀打ちできるのか。多分今一瞬だけ多分制圧乗ったのかな。これ虫パターンですかね。虫パターンですね。こちら半田氏の方はそれ用に松永がいるんだけど守りの要である松永は一生懸命に柵を壊しに行ってますね。ただ友の村の基盤も弱いんで帰っても何も起こらないから攻めるしかない。なるほど、なるほど、なるほど。うまいんだけど違えんだよなこれ。これ松永本来はいる後ろにいるパターンですよね。これたら殴り勝つ気がする。そうですね、3コスの壁の交渉がかなり響いておりますが、ハンタシ君なんとこのデッキ馬が入ってませんので、ちょっと機動力に。なるほどなるほど。うわー惜しい。いやでもさすがに白際の槍出しがかなりうまく。かなりうまく。そうじゃないんだけどな。あれ記憶違いですか？そうじゃないんだけどな。こういうデッキでしたか？あれ本来はこのた。これこういうデッキでしたか？悪いとこ出てますよ上手い人の。本来はこういう場面で松永を打つために松永が入ってるんですよ。これがね、もう良くないんだよ。松永条文向上してますからね。そういう使い方じゃねえんだよな。あ、ほらもう一発取ってさ。こういうだけだっけ。あ、まあでも確かに槍貫通しますからね。前はどうやっても潰されてしまうから。まあまあまあ、キツネシ君の言う通り。じゃあでも明智もさ、ね、ちょっと明智がいた時、筒一つしかなくて。なるほど、一つの筒を守る。ああ、もう泥試合。ああ、始まった始まった。もう泥試合だよこれ。お互いメインキャラ打ってねえな。泥試合が始まっていきます。あそこの水野、開幕の90カウントからずっと走り向上してるんですよね。でも全然減ってません。なるほど、昔と違って向上力落ちてますからね。やっと水野って出しました。ただリード取ったら明智はかなり硬そうな感じしますけどね。そうですね。ただ打ってる間動けないんで、はい、友信の槍は暗い放題。なるほど。とはいえ友信の方も出陣主体のデッキということで、このリードを取り返すのは結構厳しいかと。松永もいますからね。個人的にはキツノ待ってもらって懐かしみたいんですけど、ロックがもう本当舐めてますから。懐かしむはずの。あそこだから高山村井にしといた方がよかったね。あー、なんかあ、ほらこういうことするもん。行くぞ。あれ、あの、開けたからこそ過去を勝つ。だから多分時代を知らないから、これあ多分明智のボディ使ってたんだろうなっていう彼の想像ね。違うよ。あー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 、違う違う、その経歴もたまに打ってたけど違う。あの経歴打ってたのはマサルシさんです。安藤は心差し半ばで。ちょっとあの、いやもう俺すげえ今小太郎さん応援してっからね俺今。ハナシ君、ハナシ君、あの明智打ってほしいんですけどね。聞こえてます？まあ、最後の方に打ってくれるでしょうきっと。ちょっとあの、ちょっとこっちもこっちでさ、それも違う。これ残り10カウントで打つやつでしょ。1試合に1回打つかどうか。ねえ、それも違う。行くぞ。いや松永こういう時のためにいるからね。松永、ただこれ松永打つとあんまり良くないかも。行くぞ。いやー、うめんだよなー。
うまいですね。うまいんだけど。よく引こう。おっと危ない。さあ式も溜まって、さあ式ロックが相変わらず、いや式が溜まったんすよ。いや溜まったここは式が溜まったら、式が溜まった、あやってきましたメイン契約、ぶつかり合い見れるんじゃないですか。斉藤友の VS、 そう斉藤友のと安藤のぶつかり合いが斉藤友のと立ち止まると槍の的になるんでは。だからまあ、いや、まず前に壁を作っといて、貫通してますね。いやあ、なるほど、明智で槍を消して、なるほど、多分あの頃は友信に対してこうしてたんだろうなってね友信いねえからな志仲間で、いやでもちょっとずつこの舐めたハンターってやつに徐々に小太郎氏くんが詰めてっております。いやあ遅刻をしてきてこれですか。あたし君ちょっと松永の武力高いこと言ってますけど松永16ちょっと止まらない感じが今あったけど切れましたね。ちょっと2人ともそういうことですか。あこれ2人して示し合わせてやってますよ、そこで相談して、しかも今の完全にいらん。ああああなるほどね。えでも吉江は懐かしいっていう、吉江は懐かしい、懐かしいとのことで、よしはちょっと遅れ、これどうすか。ただこれ友信が止まらない。さあ来ました、いいっすか、いいっすか、いいっすか、もらっていいっすか。みんなの期待に応えられるよ、片方の手を。さあロックはまだ変わってない、信じてるぞ、いくぞ。さあロックは変わってない、来るか、来た、やり方知ってるじゃん今の。発射してから計略を発動させる、本当は発射して何発か撃ってからなんですよね、黄色で何発か3発ぐらい撃ってからね、行くぞ。あすげえ今やりたいこと分かったんだけど迅速じゃなかったから、迅速だったら多分ね取ったところに刺さってみたいな。まあ小口攻めですね、明智武力上がらないのとか分かってますかね。まあ、でも今の感じ分かってそうですが後ろ際でなんとかしようとね、今強気に友の部に乱戦しに行ってますけど、うんうん、まあやっぱ統率を生かしてなんとかするっていう風だと思ってるけど、よかった間に合ったみたいだ。小口攻めの方は通りました。これね小太郎氏くんまだ足りてないですね。でもオッズの方で逆転でしょうか。さあここから明智の弾が再びリロードされて、潜りながら撃てれば、潜りながらこれはでワントツもらう人が代わりに出てくれれば、で筒も止めたいですよね。さあそういうこと、そういうこと、じゃあ来たそこから来るか、これですこれ、この明智がちょっとごめんなさい、キツノキツノキツネ後出しダメなんだっけな、いいんだっけな。あ、でもこれ小太郎氏くんは家宝の方は使用してますからね。そうだね、勝ったね、勝ったね勝ったね。明智マウントとかなかったですね。いや、明智長いっすよ、長いっすね、まだ打てる。お、これはしゃ待て、明智マウントいかくしゃ撃、いかくしゃ撃です失礼しましたよ。いや長い長い、まあ、切れた、今切れましたね。はい、ありがとうございます。いやなかなか昔懐かしい戦いが見れましたね。そうですね